大森茂です。今回発売するウルトラサンウルトラムーンのプロデューサーをやっています。はい、岩尾和正です。ウルトラサンウルトラムーンのディレクターをしています。じゃあ、ポケモンの私は誰でしょうクイズやってみましょう。はい。どんなどこに住んでそうですか。多分寒いところよりかはあったかいところが好きで、ただなんだろうな、人が住んでる街中とかにも、そうそう、歩いてるとちょっとこういてもいいかなみたいな。すごい身近な感じだ。身近な感じですね。大きさどのくらい？大きさはこのぐらい、このぐらい。わかんねえ。このぐらい、このぐらい、なるほどね。じゃあどうしようかな、じゃあもうちょっとこう細かく聞いちゃうかな、これタイプは、タイプでも言っちゃうとすぐ分かっちゃうんじゃないかな。あ、そう。いいですよ。あの、炎。炎？炎。炎でこんな。炎でこんな。あ、結構分かんねえな。あ、本当ですか。炎で街中にもいそう。街中にもいると思いますよ。炎で街中にいる、そう、その辺にいて、餌とかもらってるんじゃないかな。わかんねえ。初めにもらうポケモンではない。それちょっと、それ言っちゃうと分かっちゃう。でも結構いっぱいいるじゃん、はい、初めにいるポケモンじゃない、はい、いやいや、それは、それはこの、あの動画がどういう動画かって考えると、なるほど、ね、すぐ分かっちゃうじゃん。なるほど。でもね、俺本当に分かんない。炎でしょ、はい、一つ、そのポケモンの特徴を言うと、はい、毛づくろい。毛づくろいをするね。毛づくろいをして、まあ、あの口の中に溜めた毛玉を燃やしてこう出すことができる。出すことができちゃう。なるほどね。図鑑説明があったはず。あったはず。あ、詳しいね。これはもうディレクションをします。ディレクション。なるほどね。なんか分かってきた。なるほど。なんかもう、なんとなく分かったかもしれない。あ、どうぞ。じゃあ答えは、ニャビー。どうかな。おー、ニャビー合ってました。イエーイ。